はい、アザミ一人でどれぐらいのタイムでクリアできるかを挑戦してみましょう。2回目。お、今回はアナスタシアがパートナーだね。これによる影響もあるしな。はい、とにかくアザミ一人縛りなので、あー、ロックオン邪魔。よし、これが立体投影。すごい、忍術にも使えるかな立体投影忍術に使えるかなっていうあたりがちょっと可愛らしいですよね超真面目忍者だよな。あ、でも結構思ったより効率よくは倒せてるんじゃないね。割と綺麗に群がってくれてるからね、敵がね。そっちじゃなくてこっちにしたいな。よし、お前じゃなくて中型の敵を狙いたいね。よし、 OK だな。このフィールドはいいでしょう。お、早いんじゃない、一人縛りの割には。1分以内でやれたな。あとは OKOK、 カオルさん分かった分かったサナソ、あー、いかない。うん、なかなかいいんじゃない、得点の割合は。上に戻って、シャオロンと3号機の獲物をちょっといただいてしまいましょう。サマソレ行きたいな。蹴り上げ、あー、なるかならないか。今自分がしてる攻撃が何発目な、おし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 、これで一気に仕留めましょう。いいね、次の場所、次の場所。いつでも無双手裏剣が使える状態になったな、ゲージが溜まったので。あー、敵少なそうだな。まあ、アナと神山と協力してれば結構、あー、落ちちゃった。落ちちゃうと実は結構効率悪くなっちゃうんですよね。このゲームの特殊なところは、敵を他のフィールド外に落としたとしても倒した扱いにはなんなくて、同じ体力のまま地上に戻ってきちゃうんですよ。なので得点にはなんないんですよね。どこかな、ここか、行くか。これ金色の敵、うん、コールドにはなったね。あー、割と早いな。2分37秒いいんじゃない、一人プレイの割には結構いきましたね。今の敵から霊力も結構集めたしな。2セット目どれぐらいゲージが溜まってるでしょうか。半分ぐらいね。ここ行く？それとも真ん中もう行っちゃうか。真ん中行って胸骨から行っちゃうか。うまく相方のアナスタシアが頭部を狙ってくれれば本当はいいんだけど、あー、ちょっと、よし、いいね、 OK、 こっちの胸骨は倒したな。あー、回避になってないか。あー、ちょっとジャスト回避が難しいな。よし、今チャンス、今チャンス、今チャンス。まだちょっと五分か。
そうそう、こういう風に囲まれてくれればどんどん倒せるからね。無限がいかに強いか分かるよね。後部だったらこの状況負けちゃうからね普通。うう、くそ、サマソいけ。あー、ならないか。死に3蹴り上げ、よし、1、2、3。あー、連打になっちゃった。こいつも倒して、こうやってナックルで襲いかかるのもいいよね。空中に飛んでる敵にはあんまり相性は良くないかな。どうだ、ゲージは溜まったから金色の敵を見つけたいんだけど、胸骨、このエリアかな、合ってるかな判断。まあそんなもんだよな、そんなにたくさんやれるわけじゃないもんな。大型の敵に対してはそんなにたくさん致命傷にはなるような攻撃は与えられないよね。よしよしよし、とりあえず胸骨2つ倒したのは大きいね。あとはここにいるやつらを倒せばコールドになるかな、なるかな。上海に取られないようにしつつだよな。あー、でもちょっと決定打にはなんねえか。この胸骨間に合うか。お、よしよしよし、頭をきれいに狙えた感じはあるな。合計で6分か、まずまずいいんじゃない。よし、このままファイナル直接対決までいきましょう。さあ、まずは寄ってって、こうした後に、よし、ジャスト回避になっちゃってくれれば結構狙えますよね。こういう風に火を出してくれた時をきっかけにして、うひょー、全然今のジャスト回避活かせなかったな。ダメだな、ジャスト回避すべきタイミングを見極められないな。うう、よし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 、ちょっと今ラッキーでやった感じだな。固まってくれてるタイミングを、これで一人は倒せるかなって感じだな。あー、まだそこまでいかないか。2人まとめてやっちゃいたいな。このままユイの方までやって、いやー、そこまでいかないか。よし、とりあえずあとシャオロン1人になったな。火に自分から突っ込んで、ジャスト回避なんねえな。さあ、これでタイムどれぐらいでしょうか。ではアザミのみを操作して出したタイム7分48秒。まあまずまずですかね。やってみて感じたことは、まず空を飛んでる敵に対してはちょっと不利かなという感じがあります。ただ中型の敵、特に盾を持ってる敵とかを
サマーソルトで1体集中攻撃をするとかはできるので、とあともう一個は集まってきてくれたらそこからは爪で引っかいていって一気にまとめて攻撃はできるね。神山とはまた違うまとめた倒し方ができそうですね。あとは無双手裏剣、黄色の敵が数が多い時に一気にやれば得点を本当にひっくり返せるレベルのことはできます。胸骨とかに対してを一発で仕留めるような必殺技の使い方はできなさそうです。さあ皆さん、これであざみ隊員、望月隊員の使い方、分かってきたでしょうか。ぜひ全国の神山隊長、帝都の平和のために参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。他の隊員もやるので見ててくださいね。では見てくれてありがとう。敬礼。